今日は、妻が、コロナウイルスのワクチンを打ったら調子が悪くなっちゃったから朝飯作れないっていうんで、自分で作ることにします。まず味噌汁を作るんだけど、ですね、味噌汁は、まあ、だしを取んなきゃいけないから、まあ、こんな感じでですね、まず出汁を取ります。で、そのためにお湯を沸騰させないといけないですね。では沸騰させます。で、これで、一煮立ちしましたら、出汁を入れるっていうことですね。まあ、おかずのちょっと足しで、作り置いといていたらですね、煮物があるので、煮物を小鉢に盛ります。まあ、こんなんでも随分助かるんですね。はい。次に、まあ、魚がなかったんで、ちょっとこうですね、油揚げを焼こうかなと思います。油揚げ焦げやすいので、まあ、ちょっと気をつけてコンロで焼きます。では、味噌汁に出汁を投入します。出汁、まあ、別に鰹節でいいと思うんですね。出汁で、ちょっと弱火にした方がいいと思いますね。ほい、どんなもんだろうか。まあ、いつも適当ですね。いいタッチさせてですね、じゃあ出汁が取れたと思うので、ザルの上に通しておきます。はい、これでいいと思いますね。出汁取れました。少し焦がしちゃいましたね、油揚げを。ちょっとやっぱ油揚げ油断大敵なんですよ。いいですね、油揚げね。一回ちょっと揚げときます。これ以上やると炭になりますね。 今日はキノコ汁にしましょう。まあ、ちょっと長ネギを適当に、切って入れます。薬味、ほい。であとはえのき、ほい。しめじか、ほい。で、あとちょっとですね、水菜がダメになりそうになってたんで、水菜で2人分使います。まあ大丈夫です。食べられると思います。もったいない。この辺ちょっとやばいのかな。まあ大丈夫です。煮てしまえばいい。消毒だ。味噌汁の身を、味噌を投入したい。まあ、これも適当なんだけど、分量、こんな感じかな。こんな感じで多分十分だと思うんだ。次は目玉焼き焼きます。フライパンを用意して、まあ、油をちょっと垂らして、で、ほいほい、ハムを置いて、ハムエッグにしますね。で、あとは割り入れるだけ。こんだけですね。あとは蓋。これで出来上がり。
その間に、味噌を取る。いい、いい感じだ。では、盛り付けまーす。はい、目玉焼き。生姜がね、見つかってないんだよね。生姜。しょうがないな。ネギを散らして、出来上がり。朝ごはんできました。今日のコンセプトは、プロテインたっぷりの朝ごはんということにいたします。はい。じゃあ、いただきます。